アクションで表現しようみたいな、そういう授業もあったりするんですね。ファイナルプレゼンテーションもあるわけよ。絶対無理。授業求めようかな、大学生に助けてみたいな。めっちゃ熱いわ。怒られたらごめんなさいとか。はい、お疲れ様です。今フィッティング終わりました。結構いい感じだと思う。で、まあこれは割といいじゃん。で、なんか 教授がさ、なんかこのアイデアどっから来たのみたいなこと言ってたけど、いや俺ずっと言ってたよみたいな。巨人来て、これまだボディだからって言ってたの俺ずっと。で、このボディに対して洋服作りたいのって言ってたのに、この巨人の使い方どっから来たのみたいな。いやいやいや、もう全然伝わってないじゃんみたいな。俺の英語の問題みたいな。俺のコミュニケーションカスやったっけみたいな、めっちゃ思った。うん、でもまあめっちゃ褒めてくれたね、とりあえず。で、なんかそのシャツが巨人いなくてもこのドレスとしてとかビッグシャツとして機能すればめっちゃいいって言ってて、まあ、それはやんなきゃいけないなっていうのと、あと昨日インターンのフライヤー貼ったじゃん。なんと今日まだね、多分生徒がいて2時間ぐらいしか見てないんだけど、今もう2人から連絡来ました。よかったな。これはちょっと嬉しいよ。はい、2人ヘルプ来てくれるってなったらもう最高。多分俺の勘ではもうちょっと連絡来るような気がしてるんで、もうちょっと待っていこうかな、うん、はい、そんな感じでまたやっていきます。はい、今なんかね、クラスメートで男が俺と他の人しかおらんくて、で今日モデルさん来てるんだけど、そのフィッティングでね、その女性の方しか来てないの。だからそのメンズが今日来てないから、メンズのフィッティングは僕らがモデルしないといけないじゃん。でやってたんだけど、なんかね、最後の人っていうか、なんかモデルさんがね、まあそりゃそうやろって感じやけどさ、明らかにさ、まあなんかこうオブラートに包んで言うとゴミみたいな洋服を着せられるとさ、なんかはみたいな感じのテンション低くなるじゃん。で逆になんかいい洋服着るとさ、こうなんか歩いてくれたりさ、こうなんかこう決めてくれるわけよ、ちゃんと。でもう最後の人のがちょっと広くて、なんかメンズ俺が着たんだけど、そのパンツがなんかサイズがめっちゃちっちゃいの、とりあえず。でもパンツ履いた上にワンピースを着せられたんだけど、まあ、それはいいじゃん別に。でもマジでそのパンツがちっちゃすぎてさ、マジでさ金玉に食い込みすぎて超痛いの、ずっと。でもワンピースが上からあるから誰もそれに気づいてくれなくて、俺は本当に死にそうやった、ずっと。でなんかその教授もさ、いやこれはちょっとなんかどういうあれなのみたいな、なんかすごいこう優しく言ってるのよ。これは何みたいな。でなんでこういう感じなんだろうみたいなことを言ってて、でもその人がなんか、うん、なんかこれはサイズが合ってないからとか。でも教授はサイズの話じゃなくてデザインの話をしよって。でもなんかもうめっちゃいじけちゃって、なんかこう話聞いとる時も教授の方向を見るとさ、もうずっとなんかこんな感じでうなずきませんみたいな。でなんかもうなんか何も言えばんくて、うわこの人、教授がもし変わってなかったら絶対退学にさせられとるじゃんっていう感じ、もうわかる。僕なんかその自分がここに来る前にその先輩らのその卒業を手伝ってる時に、なんかその雰囲気を 見たことがあるのよ、見てたのよ。で大体退学させられる人ってどういう扱いを受けるか分かってんのね、見てるから。そのマジでそれだった。でも教授が今さ、まあ、変わったってのもあるからさ、こう優しく言ってくれるんだけど、まあなんか今ももうなんかそこでなんかうずくまって泣いて泣いてはないけど、なんかめっちゃこううーみたいな感じになってて、なんか周りに人がこう集まっててさ、なんか俺はモデルしてるから全部押してるからさ、何があったか分かるけど、クラスメートの人が心配してたのどうしたのみたいな。いやお前いじけんなよみたいな。なんでモデルさんいる前でそんなに、いや俺以外のさ、そのウメンズのさ、あのプロのモデルさんも来てたの、なんでそういう人たちがいる前でそうやってお前が一番にいじけられんだよみたいなさ。いやそこはさ、いや意味わからんでしょ。なんでみんながお前に気使っとんみたいな謎の状況でした。はい、っていうのがちょっと面白くて。はい、今ねインターンのなんか連絡がちょこちょこ来てて、やっぱね効果抜群だったね。あのひたすら黒いの貼ったやつ結構なんか今来てて、でちょっとなんか鬱陶しいじゃない間違えたでなんかポートフォリオ送ってもらったんよ。とりあえずなんかできるその
その何十人も来ても困るから、そうポートフォリオ送ってって言って、今ちょっとそのポートフォリオとその履歴書送ってもらってこう確認してるんだけどさ、ちょっと成長感じるよね。ついに人のポートフォリオと履歴書をチェックする時が来たかっていう。はい、ロー名前が読めませんうーん、まあいいや。はい、私はとても一生懸命頑張る人ですと、ハードワーキングですと、でプレッシャーにも負けないです、ベストを尽くしていますみたいなこと書いてあります。リクルーションあーなるほどね、そうアーティスティックなものづくりができますよと、オープンマインドでセルフモデル、あーだから自分でこう自分をこう鼓舞することができると、英語でビジネスをマネージメントインデペンデントオープン、あーなるほどね、マネージメント能力、自己管理能力も高いっすっていう書いてあります。本当に本当か、あでワークエクスペリエンスがアシスタントだよね、やっぱり、うん、アシスタントをやってました。ジュン、ジュライ1ヶ月しかやってないじゃん、インデペンデントすぎんか。あでも会社でも働いたことあったか、じゃあ大丈夫か。エデュケーション、はい、インターンシップ、ヘルプモデルフィッティングチェンジングフォーセンチュアリー、フィッターで、フィッターの経験はね、インターンシップと呼ばないんですよ。インターンシップの欄に堂々と書かれてますけど、スキル来ました。スキル、パターンメイキングできます、ドライピングできます、ガーメントコンストラクション、あーガーメントのそのコンストラクション今全然日本語喋れてなかったよ。そのガーメント作ることできます、ファッションイラストレーション絵描きます、ファッションスタイリング、スタイリング組めます、アドビフォトショー AI、あーなるほどね、フォトショットいられ使います、フォトグラフィー写真撮れます、ルックスインメイキング、そういうのもできるんだ、はいなるほどね、じゃあ大丈夫じゃない。中国人の方ですね、作品がすごい中国、作品は見せてもいいよね、ほらめっちゃ中国って感じするよね作品。ポートフォリオ、はい、みたいよ。すごい中国って感じする。でも洋服作りはできそうだよね。多分待って。Inspired by。うん、え、すごいじゃん。よし、君に決めた。やっぱね、なんかね、チャラチャラでね、言われるよりもね、物見せてもらったら一発。もうその人のその物がその人の全てだからね。はい、あなた好き。次、 China and saw your ad and studying strategic design and management of persons and attach my resume and some work of my thanks。 はい、なんかね、ファッションデザインのマネあのメジャーじゃない人からも来て、この人はねマネージメントしてますみたいな、マネージメントしてほしいよ俺。はい、 experience、 うーん、メディアマネージャー、メディアマネージャーとか、オーガナイズ、フォーマティング、パブリッシング、ギャラリー、コンタクト、オーソーシャルメディアプラットフォーム、アート、アーティスト、イメージ、ディスクリプション、インタビュー、エクセション、プロモーション、コラボレーション。Thinking of a new and non-brand way to present, promote, and... ああ、この人、広告の人だね。SNS 系が強い人が広告の人が来ました。これはめちゃめちゃいいんじゃないか、期待。はい、ポートフォリオ見せますね、この人の。はい、一緒に見ていこう。これが表紙。うん、はい、はい、はい、
はい、わかりました。はい。はい。はい、OK。うん、OK。はい。はい。はいはいはい。うん。はい。ああ、はいはい。はい。これは何をやったのかな？はい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 、このイラストレーション系、まあでも、うん、そうやね。ああ、これは何をやったのかな。はい、あー、終わった。うん、まあファッションじゃないよね。はいはい、この人は見るからにファッションの人じゃない。でもね、ちょっとそういう広告系の人、マネージメント系の人はね、ちょっと話してみたさもあるやんっていうことで、君もいいね。ありがとう、最高ですっていう返信をして、来週からちょっとみんなで頑張っていこうかなと思います。バッチリ、よかった、昨日張りに行って。はい、ということで、みんなでまた作るんだ、コンテスト思い出します。うまくね、こう日本語と違って英語でね、こううまくこう立ち回らないといけないな。できるかな、なんとかなるか。もしかしたら YouTube にこの子たち参上するかもしれないんで、はい、お楽しみにということで、もしね彼女たちが嫌じゃなかったら、てかさ、やっぱ俺が貼ったフライヤーのデザインがこれだからさ、なんかネイルが結構ね、なんかそのあなたのなんかその作品のムードが好きとかさ、なんかこのダークな、わかんないけど、ダークなロマンチックな、なんかそういうムードが好きっていう子が結構いて、なんかやっぱそういうのが好きそうな人がやっぱり連絡するよね、当たり前だけど。さっきの広告のこのポートフォリオもちょっとなんかダークなエッセンスあった気がしたんだよね俺。だから広告のなんかこのフライヤーのデザインによってなんか来る人変わるのかな。それだったらワンチャンフライヤーのデザイン変えてもう一回貼りに行ってもいいけどね。はい、まあそんなことはさておいて、またお楽しみにということで、はい、それではまた。